で予定通り10時予告信号で、スタートしたいと思います。あ、基本的には、第1優先が昨日の残り、プロクラスの第3シートをやって、風が残ってればもう1本次のスラロームプロクラスやりたいと思います。でその後ちょっと風見ながら、オープンとポイントピッチしたいと思います。で今日閉会式もあるので、なるべくポンポンやりたい、まあ、2時ぐらいまでには終了したいと思っているので、ご協力をよろしくお願いします。でオープンクラスのみの参加の方で、この風を見て出れないっていう方がいらっしゃるようだったら早めに行ってください。ちょっとオープンなるべくコンパクトにやっていきたいんで、あと何か真ん中の立つんですね。真ん中の立つは担当技術系ですから、まずあそこにどんどん入っていってもらって、サトリーのこっちのトラックはちょっと運営機材を入れながらなので、その余った目のように準備をしていますので、ありがとうございます。いただいて。さあ、よろしいでしょうか。豆の笑みで。さあ、ドローンも取りに来てますよね。ドローンも取りに来てますね。よろしいでしょうか。フォエルスラロームウィメンズクラス入賞者の皆さんでした。大きな拍手をお願いします。おめでとうございました。すごい爆発力を見せてくれましたからね。それじゃあ、会長そこで一緒に写真を撮っていただけると嬉しいです。さあ行きましょう。にっこり微笑んで、いいですね、いいですね。 OK? OK です。さあゲットに寄っていただいて写真を撮りたいと思います。よろしいでしょうか。私が入らないようにね。さあ、いいっしょ。いいアングルですよ。よろしいですか。にっこりしましょう、にっこり。
オッケー？オッケーですか？さあ、以上がオープン。はい、じゃあ、順番に行きましょう。よくしたら、そうですね。はい。入っていただいて。では、写真いきますよ。バチバチっと。さあ、素晴らしい笑顔を見せてくれてます。オープンメンズクラス。よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？以上、オープンメンズクラス。お姉ちゃん、あ、どうぞ、ぜひお願いします。ぜひお願いします。はい。いいですね、そのグッドマークを見せながら撮る感じが。よろしいですか？いい？はい。以上がベストアマチュア女子優勝者の皆さんでした。大きな拍手お願いします。おめでとうございます。OK でした。はい、以上がベストアマチュア選手にもトロフィー。さあ、そして来ました、賞金20万円が贈られます。おめでとうございます。さあ、それでは優勝の穴山美桜選手にトロフィー。そして、賞金が贈られます。おめでとうございます。さあ、それでは、優勝した穴山選手に一言をいただきたいと思います。あれ、いいですか？じゃあ、お願いします。皆さん、お疲れ様でした。運営の皆さんも本当、マークするのが国際だったと思うんですけど、作っていただいて、そんな予定もしていただいて。ありがとうございました。優勝の穴山美桜さん、美桜選手でした。皆さん大きな拍手お願いします。じゃ、記念撮影いきましょうか。記念撮影よろしいですか？バチッと。さあ、にっこり満面の笑みで、はい、ドローンでも撮っております。よろしくお願いします。はい、以上が、プロフィール。